安くてたっくさん美味しいコーヒーを飲みたい方、おすすめです。最大 39% オフドトールの福袋初に2021、見ていきたいと思います。米じゃないですね。ちょうどですね、 200g 全部入るぐらいのぴったしサイズとなっております。カメラ OK、 音 OK、 役者 OK、 用意スタート。はい、どうも皆さんこんにちは。監督ラボの監督です。今回はですね、ドトールさんの福袋2021開けていきたいと思います。今年はもうすごいですよ。はい、こんなに買っちゃいました。後ろに置いとこう。ドトールコーヒーです。12月26日からこだわりのコーヒーをお得に楽しんでいただける福袋、新春限定初荷が販売されました。昨年もですね、こちらドトールコーヒーさん買いまして、はい、2020年1月1日になりました。12月27日に、YouTuber 活動を、始めました。今回はですね、満を持して2つ買ってしまいました。大きく分けますと粉か豆かとなっております。で、今回ついに豆です。昨年の末にですね、コーヒーマシンの動画を出しまして、今回ですね、粉ではなく豆を購入しました。で、今年販売された福袋はですね、1800円から5800円のバリエーションがございます。こういった種類です。で、今回ですね、選んだのが2番と7番を選びました。ちなみにですね、昨年はドリップコーヒーの一番小さい1800円ぐらいかな、買ったんですけども、はい、5種類のドリップコーヒーが25個入っております。2ヶ月3ヶ月でなくなりました。というわけで今回はですね、もう一番容量がでかい豆を買いました。はい、ではまず2番から開けていきたいと思います。こっちから。いや、全く同じですね。こういったですね、ドリップコーヒーのパックが2つですね、単純に揃っている商品となっております。今年は牛年ですね。コーヒー福袋って各会社からたくさん出されておりまして、コスパ的にもう本当にコーヒーだけは純粋に楽しみたい人はドトールさんのコーヒーが多分一番いいかなと監督自身は思います。賞味期限がですね、今年の10月の6日までとなっております。楽勝だね、多分。おお、初めて見たこのパッケージ、ハワイアンブレンドコーヒー。うわー、いっぱい入ってるわ。見てこの量、こんなに入ってますよ。そしてまださらにですね、ここに入ってます。去年は確かこちらの、全5種類が入っております。5個ぐらいあったような気がするんですけど、今回は、はい、こちらハワイコナブレンドコーヒードリップカフェ、もうシンプルですね。あ、これ去年入ったマイルドブレンドコーヒーとなっております。この3種類がですね、それぞれ10パック入っております。合計で30パックとなっております。で、ちなみにこちらはですね、普通に買うよりも1800円お安く購入できますので、コーヒー好きな方はぜひね、買ってみるのはいかがでしょうか。粉ではなく豆の場合はですね、グッズがついております。で、このグッズに今回ですね、ちょっと惹かれた部分もありました。続きましてですね、7番開けていきたいと思います。コーヒーの粉がですね、200g がですね、あー、いい匂いする。はい、製造量しました。こんなにたくさん5セット入っております。こちらがマイルドブレンドコーヒー、ロイヤルクリスタルブレンドコーヒー、ゴールデンモカブレンドコーヒー、ドミニカンブレンドコーヒー、ハワイコナブレンドコーヒー、豆が入っておりますので、コーヒーマシンで飲んでいきたいと思います。続いてなんですけども、豆のバージョンはですね、グッズがついておりまして、今回監督が買った一番高い5800円のものに関しては2つついております。まず1つ目がオリジナルキャニスター。おお、おしゃれー。ドトールと書いております。ちゃんとこのパッキングもしっかりしてますね。はい、この米ですね、米じゃない、豆をちょうどですね、 200g 全部入るぐらいのぴったしサイズとなっております。これはいいですね。もう白がいいし、なんかおしゃれですね。もう1個入っております。これがですね、ちょっとすごい楽しみなんですよね。じゃじゃんじゃじゃん、オリジナルサーモタンブラー。いいねいいね、いいよ、サーモタンブラーだよ。ここもね、いいね。こちらですね、二重構造だになっているオリジナルのタンブラーです。ホットドリンクだと、例えばドトールのお店でコーヒーを買って、これにスポット入れればかなり熱が冷めにくくなるそうです。アイスドリンクも対応してて、結露を防いで冷たさをキープしてくれる、ものらしいです。で、もちろんですね、タンブラーに直接コーヒーを注いでも大丈夫です。詳しくはこの説明書に書かれておりました。とにかくですね、暑さ寒さをキープできるタンブラーとなっております。
なっています。であとですね、2つですね入っておりましたね。お年玉じゃないですよ、ドトールさんからコーヒーチケットが、ドリップについては入っておりませんが、米じゃないよ、豆に関してはですね引換券が入っております。ブレンドコーヒー、アメリカンコーヒー、アイスコーヒー、これが S サイズがですねチケット1枚で引換えることができます。期限が6月の25日まで、結構これハイペースで使わないと、ということは1ヶ月に2枚ぐらいのペースで使わないと、もったいないことになりかねないというわけですね。どんどん使っていきたいと思います。ではですね、早速ですねコーヒー豆飲んでいきたいと思います。期間限定のドミニカンブレンド、飲んでいきたいなと思います。ちょうどいいんで、これちょっと使っちゃいましょう。あー、いい匂いする。新しいこちらを使って、はい、新しいコーヒーを飲みたいと思います。匂い、やっぱ豆です。うまい。このタンブラー大きくていいですね。この口が広いので全然たっぷり入ります。いいですね。ナビ、2021年は多分これ一番使うと思う。ドトールさんの福袋2021を開封しました。いろいろ調べてみると面白いですね。あとはドトールのシャゼなんですけども、一杯の美味しいコーヒーを通じて人々に安らぎと活力を提供するというですねシャゼがあります。そしてドトールショップのですねキャッチコピーというものもありまして、頑張る人の頑張らない時間というですねコピーがついているそうです。これはもうね来年も買いますね。ドトールのショップにですね袋がですねもうたくさん置いてますので、結構やっぱ豆が売れてまして、このでかいものもですね結構少なかったので、興味ある方はですね早く行った方がいいかと思います。ドリップか、まあ、豆かですね購入してみてはいかがでしょうか。はい、というわけでですね、このカントグラボではですね、この1月に関してはですね、福袋動画をですね、たくさん出しておりますが、普段はですね、大好きな映画だったり、アニメだったり、ガジェットおすすめしたいものをですね、厳選して、こういった動画にしておりますので、あ、面白いなと思いましたら、チャンネル登録をして、他の動画も見ていただければと思います。ではまた次の動画で会いましょう。チケット2枚使って買ってきました。どちらかがアメリカンコーヒーと、どちらかがブレンドコーヒーとなります。全然違うじゃんこれ。こんな違うんだ。まずちっちゃい方から。ああ、酸味があるね。そしてこっち、あ、ちょっと違う。こっちが、あ、酸味する。こっちが多分これがアメリカンで、こちらがブレンド。でも味は違うことが分かりました。すでにもう動画出してるんですけども、三つ葉の福袋こちら、ちなみにですね、このナビー君の服もですね、ワンワン福袋の服です。福袋祭り、興味がある方はぜひ福袋を買ってみてはいかがでしょうか。ではまた次の動画で会いましょう。二人ですねブレンドって書いてました。はい、大きい方がブレンドらしいです。アメリカンの方が酸味があるというわけですね。なるほど、ブレンドが好き。